人でやったら似合ってくるから、西成ゴーゴー酒場、はい、でこの中でこのニンニク串を3本、はい、はい、塩とタレございますが、タレ2本、塩1本、はい、はい、はい、お願いします。はい、皮ね、あと日本酒、2合瓶、皮ね、はい、お願いします。いや、すごい、ここで飲めるんだ、めっちゃいいじゃないですか。ありがとうございます。部屋でよろしくお願いします。アルコールメニューはこのような感じです。瓶ビール500円、生ビール380円、二階堂380円、黒霧島380円とかありますよ。レントとかイチコとか、もう めちゃめちゃいろいろありますよね。まあ、日本酒は1合380円2合は470円ということですけど、絶対2合。いや、すごいですね。このようにこう、あのオープンキッチンで焼かれてるんですね。あ、そうなんですよ。めっちゃ青空、青空というか、もう外でこう飲めるというか。 ありがとうございます。おお、来ました。さすが2号、めちゃめちゃ入ってますね。よし、行きます。うーん、ま、冷やなんで常温ですよね。美味しいです。めっちゃ美味しいですね。いや、ニンニクめっちゃ好きなんですね。あ、そうです。美味しいです。美味しいですよ。ニンニク串100円注文したんですが、他のメニューとしてその120円の、鶏もも、鶏皮とか砂肝とか、まあ、いろいろホルモンと結構いろいろありますね。今日もこうニンニクでいこうかなということです。お、すごい。もう、いや、さっきの下味で味でも持ってるから、これは、はい、うおー、うん、ニンニク100円、100円ってすごい安いですね。いや、でもニンニクがもともとがそんなに、はい、国産のええのっていうわけじゃないので、そこら辺はね。いやー、でも100円ってなかなか、でもこの料金ってコスパいいと思いますよね。そういうとこも出てくるから、ね、必然。おめっちゃ入ると思いますよ。どうしてもね、だからここら辺でもニンニク、その鉄板売りとかのところで、こういう油でこうに、はい、ヒージョみたいなオイル煮みたいなのがようあるんですよ。はい、でも割とこっちが商店街の中の方とかに割とね、こういうニンニク串とか売ってたりもする。そうなんですか。うん、私も知らなかったですね。ではすみません、兄さん、お待たせしました。はい、ニンニク串タレが2本と塩1本でございます。はい、ありがとうございます。あずいこれは、ね、これはさっきみたいな状態でしたらすごすぎる。手前は塩ですね。はい、手前が塩で奥にタレになってます。ね、はい、塩からいただきます。うん、めっちゃうまいですね。ありがとうございます。めっちゃうまい、びっくりした。高田ニンニク、サラとニンニクで、はい、好きな人ほんの好きですからね。今日もタレいただきます。これニンニクホクホクしてますよ。そのまま火にのっけたり、はい、炭火にのっけたりするとね、いくら遠赤油でも表面だけ焦げてもって中全然いけないんですよ。うん、軽くちょっとレンジかけるような形になるんですけど、短時間でホクホクになって、なんかじゃがいも食べてるような感じですね。そうだから、また今の時期あれですけど、もうちょっと寒なってきたら、鶏肉の糖度も上がってくるんだ、ゆり根とか、あんな感じに近く、あ、そう、ゆり根みたいな感じですね。そう確かに。それが過ぎて、ニンニク過ぎないとはね、よう召し上がられますけど、ああ、これがええのよとか。いや、もうこれがいいですね。あれはもう。とりあえず
まあ、今串もんメニューそんな感じなんですけども、はい、まずは順次メニュー、増えていくと思いますんで、はい、まあ、今回ニンニク縛り来てるんで、はいはいはい、次はそのいろいろ鶏ももとか砂肝とかいろいろ全部注文したいなと思います。そう、もう次はその時お願いします。あともしよかったらうち、はい、アヒージョなんかもやってまして。え、アヒージョやってるんですね。はい、で、アヒージョ、はい、まあ、気分とかその日替わりでメニュー出したりするんですけど、一番のおすすめがここには載ってないんですけど、はい、砂肝とニンニクのアヒージョっていうのがありまして、砂肝とニンニクのアヒージョ、だからニンニクゴロゴロで、で、砂肝と一緒に、あ、もしよかったらまた、いや、もうぜひもう次来た時はそれいただきます。はい、はい、あ、すいません。砂肝とニンニクのアヒージョは、これです。あ、はい、あ、こちらですよ。はい、800円ですね。おお、でもね、結構でもいいと思いますよね。やばすぎる。いや、もうニンニク好きは絶対におすすめ。月曜日と水曜日休みということですね。はい、そうです、そうです。あ、はい、あ、朝何時くらいからやってますか。朝というか、あ、もう夕方5時からなんです。夕方5時から何時くらいまで、はい、11時までですね。あ、5時から10時半で。10時半。まあ、時間、はい、もう人がバーっているんだったらもう何時までもでもない。おお。土日は3時からで、うん、はい。うん、土日は3時からやってるんですね。はい、そうです。うま、ん。いや、ニンニクめちゃめちゃうまいですね。ニンニクもう。まあでもいいですよね、西成55酒場。はい、これ看板上げてた時はなんかジャグラ、はい、パチンコのジャグラ、はい、わかりますわ、はい、それが好きな人たちがちょっと集まってたりしてたんですよ。さすが、うん、いやー、めちゃめちゃ美味しかったですね。もうでもこの100円のニンニクはでもあれですね、儲かるメニューでもないというかまあでもここからね、いろいろ次注文したいなと思ってますので、次はそのもういろんな豚バラも食べたいなと思いますし、あと牛ハラミも美味しそうですもんね。テイクアウトだったらそのままなんですけど、ここで飲食する分はタックス 10% はいただいて、ああ、もうもう、はい、すみません、まあ、それも当然ですね、それも、それも当然です。いや、本当にインボイス制度のあれの、インボイスありますもんね、はい、ごちそうさまでした、まあ、会計でお願いします、はい、すごい、もうステッカーいただきました、840円、はい、すみません、はい、1000円からお願いします、はい、いや、ニンニクめちゃめちゃ美味しかったですし、2号の日本酒であの価格出てすごくコスパいいと思います。いや、本当に西成最高。ニンニク好きな方ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。嘘はありませんかと聞けたらどんなに楽だったでしょうか。